はい、争奪バトルロイヤルを行います。作戦紹介なしでいきます。さあ、メインバトルロイヤル始まりました。おっと、これ先ほどの試合時間はですね、なんかね、リキュアルのゴリオ選手ですね。リキュアルのゴリオ選手バトルロイヤル、先ほど負傷したという決勝ですね。あ、残念ですね、パンダちゃんね。代わりにこうジャイアントがパンダちゃんの、ね、気持ちをつないでいますよね。意外と優しいですからね。スパヘッドロック、スパヘッドロック、もっとヘッドロックですね。ね、ラシャンマラはあのリクワイも仲間に入れたそうですけどね。楽しみですね。今の選手試合したいんですかね。いやー、さあ、首投げから支払いました。首投げやんなぜ。ガショも決まって、さあ、これはさあ、これはジョーカー、お約束ですね。さあ、メイヨンのサーセンチャーやんの。こっちは足からの、いやー、同じだね。チャンスきついないか。チャンスは上の下を4の式になりますね。4の人、足は欲しいですね。チャンス、はい、アルフ。でかいやつからね、狙ってたらやっぱり上達なんですよね。誰を味方につけるかですよね。この辺はもう駆け引きも必要ですからね。そしてまたリカーレフはですね、また入ったり入れたりですよ。顔出しただけあってすぐしまいましたね。そうですね。またね、仕事に行きゃ出ます。そうですね。どっかにあの人を押し出してください。そうですね。うぇー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 うぇリキュマルのオリオ選手、ちょっと3つですね。ちょっと東側のコースはあの今年のね、アトールとなってますね。実は前の方に移動いただければと思います。さあ、という間に PWGP ヘビー級チャンピオンのスナイパーケンタとですね、ちょっとリキュマルのオリオ、おっと、これはすごいのだ。ふてぶてしいですね。ふてぶてしいですね。パワーありますね、力丸ね。体でかいですもんね、やっぱりね。スタンピング、スタンピング。いや、ちょっと突然現れた選手ですね。びっくりしましたよ、ね。びっくりしましたね。予備知識がないもんですね。ないですね。ちょっと私も分かんないですね。パワーと船を押さえた。さあ、傘を押さえ込み。さあ、2つ。さあ、よく返しましたね。なんかこれはブリッジ、ほら、一見クッチによる、スナイパーケンタ選手の勝ちです。見事な丸を込めました。見事に丸を込めましたね、やっぱりね。決まるノリオ選手
スナイパー健太選手です。